願いします。北朝鮮によるですね、日本人拉致問題について、安倍内閣、菅内閣において最重要課題と位置づけ取り組んでまいりました。総理になった暁には河野太郎内閣ではこの問題をどう位置づけるのでしょうか。安倍内閣の外務大臣として北朝鮮の外務大臣とさまざま接触をいたしました。河野太郎内閣ができればこの問題の解決に向けて全力を挙げていきたいと思います。続きまして、